フリーザとの戦いからおよそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も今破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって。詰まってた。クリリンさん、気づいてますか？フリーザと、もう一つのフリーザによく似た大きな木に。ああ、そりゃな。気づかないわけないだろう。こんなにでかい派手な木に。大変なことになったな。フリーザなのか？ああ、そうらしい。貴様ら、喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ、間抜け目。奴らはスカウターを持っているんだ。あのナメック星人はとっくにそうしている。さすがだ。ピッコロ、来たぞ。あっちに降りた。間違いない、フリーザだ。生きていた。やっぱりフリーザの他にもう一人嫌がる。いいか貴様ら、飛ぶんじゃないぞ。スカウターで探られんように歩いて近づくんだ。お前たち、あんな強い気を持つ奴と戦っていたのか。冗談じゃないぜ。近づいていってどうしようってんだ。だったらどうする。ここで腐ってるか。好きにしろ。どうしようもないのはみんな知ってるんだ。はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。どうしてこんなことに。お腹空いてきたかも。どうなるんでしょう。フリーザってのを見に来たのよ。ナメック星の時だって見たことなかったんだから。フリーザってのはあんなにとんでもない木なのか。よくあんなとてつもない木のやつと戦えたな。どうしてあのフリーザが生き延びてたんだ。またヤツと戦うことになるとはな。カカロットの野郎、なぜとどめを刺さなかった。とにかく近づくぞ、歩いてな。近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。はい。
地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ！ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ！くたばれ！くたばるのはそっちだ！ガッハッハッ！死ね！ガッハッハッ！そんな姿にまでなりはけて、よくおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。お前たちは一瞬で僕に殺される。分かっているな。どうした、力を出し惜しんでる場合じゃないぞ。噛み切った。それで終わりか。
キラキラ、二つとも消えた。一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。これから孫悟空さんを出迎えに行きます。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。悪い人には見えないけど。知ってるんですか。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫くんが戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれってどうやって。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は。それもちょっと。それも言えないの。それじゃあ年は。年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと言えないんです。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。ことが分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ。この子知らないって。全然。ああ、全然知らねえ。それにしてもフリーザーたち倒したのは誰だ。すんげえ気だったな。フリーザーたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に。孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと。そりゃいいけんど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな。みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。
あいつもスーパーサイヤ人になれるって言ってたな。何者だあいつ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一丁やっか。
なんか嫌がんな。さっさと帰る。一丁やっか。聞かせてもらおうかな。孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になることができますか？うん、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？でどうするんだ？じゃあ僕もスーパーサイヤ人に。おお、僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。無意味に歴史を変えてしまったかもしれない。歴史を変えた？さすがです。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたには全てをお話しします。これからお話しすることは全てあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の家庭法だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から？20年後の？
名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータの？似てる。そういや似てるや。今から2年半後に僕は生まれるんです。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に、凄まじいパワーを持った恐ろしい2人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクターゲロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あん時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクターゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？例によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクターゲロの狙いはそうだったと思います。しかし究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は、生みの親のドクターゲロを殺してしまった。つまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人。一対一でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後、4年前にあなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え、めったな、先祖も病気には効かねんか。くそー、死んじまうんか。悔しいな、戦えてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この薬であなたは死なずに済みます。本当か？やった、サンキュー。本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですがあんな歴史なら、母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは、まさかその母ちゃんって。はい、あそこにいる。どしゃー、ブルマが。今のが一番驚いた。
あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、 よりによってあのベジータと、わかんねえな。あのこのことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。わかった。では僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか。タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。だって困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし、奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット、教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。ほらもうあん時ダメかと思ったんだけど、最後の最後で運よく玉っころみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、やつらの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習ってやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とか行けねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今
今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。あ、じゃ3年後のその場所で。本当に自信のあるもんだけで構わねえかな。よし、俺たちも行くとすっか。そうだピッコロ、俺とご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。ふん、いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピッコロ、まずオランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。俺は手加減せんぞ。ピッコロさんは厳しいですよ。あ、楽しみだ。僕がやっつけるよか。嫌がんな、さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな、さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな、さっさと片付けちまうか。
ッチョやったなんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、こりゃすげえ木の塊だ。木が見せてくんのがわかんな。魚がいいんなら釣って飯にしてえな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。えっ、いや、いい運動になる。よし、その程度だったか。いいもん手に入ったな。よし、こりゃすげえいいリンゴだぞ。すげえいいリンゴだぞ。ん？なんだこりゃ。すげえうまそうなもん、みっけ。ヒヒヒ、いいもん手に入ったな。やあ、
どう？なあ。え？いいよいいよ。うん。うん？いや。いいよいいよ。どうかね。分かった。すまんね。なあ。よし。早く集めてこねえとな。こんなでっけえ町だと迷っちまいそうだ。やっ、なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よし。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
いやがんな。さっさと片付けちまうか。一丁やっか。でっけえからすぐにわかるよな。すまんね。
悪の心に染まるでないぞ、ピッコロよ。最長老様のことも忘れるなよ。チッ、やかましい奴らだ。天下一武道会で叩けてな。あの頃の俺とは違うぞ。ふん、勝つのは俺だ。あの時俺は孫に勝ったんだよな。なんだと？あの時昔は俺も互角だったんだがな。俺も悟空に比べたら全然ですよ。よし、久しぶりにオラと修行すっか。ああ遠慮しておくよ。こいつは